前田氏。前田氏は、日本の氏族の一つ。戦国時代に、尾張の前田家が台頭し、江戸時代には、大名家となった。通り字は、利、都氏。利、都市一流の系統で、信陽、都市人の七男、斎藤氏のその子、吉信の三男、ため時、伊広氏を祖とする。ため時の末裔の末元の第二、美濃国守語大斎藤氏初家として、 同国前田村に居住し前田氏を名乗ったとされる。その子孫には前田玄威がいる。玄威は豊臣秀吉に仕え五奉行の一人となり、丹波において大名となったが、子重勝の第二、江戸幕府により改役された。重勝の兄弟である正勝の系統は、旗本として続いた。また、右大臣、三条西姫城の妻が玄威の長女であった縁から、 未定のひ孫が、公家出身ながら、江戸幕府に、旗本として取り立てられ、前田元長と名乗り、以降公家旗本として、前田姓を名乗っている。針馬古刀氏、古刀元寺など、富正孝古刀氏は、その初家という。尾張において、小田氏に仕えた、前田種俊、与十郎や前田俊家と玄尼の一族は、同族とされる系図もあるが、都氏家の系統が、 還元性を称するのは、経図上その羊が、三正か関氏の支流原出しだからである。尾張の一族であり、代々の当主は四重郎を称した。上記の美濃の前掛けとの関係については、経図上は、同族とされるが、確証はない。戦国期には、お出氏に仕えていたが、安土桃山時代以降に、加賀藩に仕えた。当主の名前の、李の一の推移、などから、 元々は、加賀藩の前田家の本家宅、または主筋であったのではないかと押されることもあるが、明確ではない。種里のこの前田をた種は、前田利家の長女をめとり、前田利常の後見人となっている。その後は、輝かのうちの一つ、前田津島守家として存続した。明治維新後、津島守家は家族に劣せられ、断爵となった。 代々の当主は倉人を称したことから前田、倉ド家とも言われる。上記の前田四十郎家から前田としたかが、終わり嵐子に分家して起こしたとされることもあるが、前田利政以前の系譜は、はっきりしない。利政の後は、嫡男の前田利久が継承したが、主君の織田信長の命令で、利休は隠居し、信長の長身で、弟の前田利家が家督を継いだ。 利休の養子である、前田利益は年家に仕えたが、後出本し上杉氏に仕えた。利益の着難正虎を含む家族は、前田家に残留し、以降も加賀藩主家に仕えた。終わり国愛知軍、現名古屋市中川区の土豪だった、前田利政の四男、利家が、織田信長に仕えて、功績を挙げ、能登国二十一万国を領する大名となる。信長没後、 年家の娘、郷姫を養女としていた、豊臣秀吉が統一事業を進めると、年家は、静ヶ岳の戦いでは一時は、秀吉と対立したもののは僕した。豊臣政権においては新たに、加賀国半国、二軍と越中国、当初三軍、後一国を加え、加納越の三国にまたがり八十三万国余り、内越中森山三十二万国は、 年家監督の元年長が当地、野戸小丸山二十一万国は、生前より年政に、文様を漁師、ご老の一人として、徳川家康に次ぐ、かに、県大名言を得た。二代理長は秀吉母を都後に、家康暗殺を企んでいるとの疑いをかけられるが、年長の母で年家の妻である吉春院が、人質になることで、疑いは、晴れ、千六百年。 慶長五年関ヶ原の戦いでは、徳川方についてさに領地を加増され、江戸時代初期には、加賀野と、越中三国で119万国を領する、大大名になった、加賀藩の公も参照。年長の後を継いだ弟の三代俊常は、徳川秀忠の娘、玉姫を正室に迎え、以後の当主も、御三や御家門との隕石関係を繰り返したことから、加賀藩主は、 徳川将軍家から特に松平の名字と青い門を許されて五家門に準じる価格を与えられた。いわゆる松平家が最小である。慶長18年1613年、前田氏は幕府から越中国の返上を迫られたが撤回させた。年常は次男の年次ぎに富山藩十万国を三男の理事に 大正寺藩七万国を分与した。これにより、加賀藩の前田本家は交渉後百二万国となる。他に都市家の逸を、都市高を外する、上の国なのか、市藩がある。大正寺藩はさらに都市まさに、神殿一万国を割いて、大正寺神殿藩を立藩させたが、柳本藩主、小田修親を視殺するという事件で改役。領地は、大正寺藩に服した。また、 年長の弟と島佐は、関ヶ原の戦いで、石田三成方に組し所領を没収されたが、その子直行が本家の年常に仕えて、以降代々加賀藩の養殖を務めた。これを、前田とさまもるや、または、直行系前田やという。江戸時代中期には五代藩主、前田綱則が学問の振興や、本蔵学者の稲尾弱水を登用して、文字政治を行う。 しかし、七代藩主前田周達以降は創生する、当主が多く、加賀騒動などのお家騒動が頻発し、藩政は停滞することが多かった。そのためもあって幕末は、藩内の意見を統一できず、百万国の大藩でありながら目立った動きがなかった。明治維新後、加賀藩本家は、公尺、富山藩主家は、白尺、大正寺藩主家、七日市藩主家は、死尺、 と様モルケは、断尺となった。10、前田玄一の系統と、前田利家の系統との関係は明らかではない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。